待ってくださいね。すいませんね。まあ、なんか、あれの話になっちゃって。すいません。まあ、僕も難しいような話をしているような簡単になるべく話はしても、結構わかりやすくは話していることが、電脳についてはな、なるべく言語化してわかりやすくは言ってるんだけどね。まあ自分の感覚が多分一般的なものじゃないからね。一般的なら、まあ設定で、ワイヤレスにする。ワイヤレスに。デザリングの準備して、デザリングって言うっけ？デザリングの準備し、ベアリングだ、ベアリングの準備して、コントローラーを、ベアリングして、整いました。よし。やっと、ワイヤレス使えるぜ。あとは、呼ぶか。あれがないんでやばすぎて、僕のすいませんね。あ、よかった。はい。ありがとうございます。ゲームしましょう。僕はあれなんです。すいませんね。丸が今日出てないっていう。不便ですね。丸が出てないと不便で。こっちは、与えられた猶予はないんだね。こっちは。うん。あ、ゲームしましょう。まあ、こっちはもうデッドバイデイライトはもう僕はもうただのこっちの世界はね、ペーペーですね。さっきの人狼ゲームと違って、偉そうに生きれないですね。さすがに、例えて言うと初心者6人村を今頑張ってる人みたいな感じですね。うん、初心者6人村を頑張ってる人。こっちの世界だとね。まあ、こっちの世界も通ずるものがあるかもしれないですね。確率が高い方に動いて、チェイスの時も確率が救助の時も、隠れる隠密行動を取る時も、発電機つける時も、確率が高い方を選んで、見つからない確率、逃げられる確率が高い方を選んでやっていった方がいいんでしょうね。まあ、たまにはね、チェイスだったら、票をつく、逃げ方もあるでしょうけど、うん、読まれてしまうから、うん、まあゲームはいろいろ通ずることがありますね。人狼ゲームに通ずるんで、まあ人から学んだことがね、僕は人のあれを反面教師にしてるタイプなんで、確率が低い方を人って狙う、人狼ゲームこの頃やってて思うのが、確率低い方を選ぶんだよな。ものすごい低確率の方をと思っているんで。まあ僕は、まあこれをね、デッドバイデイライトに生かして確率が高い方を、良い、なんか、状況判断、瞬時に状況判断してできるようになりたいですね。確率が低い方を選ぶよりは確率が高い方をなるべく選んで、まあ、人狼から学ぶことをデッドバイデイライトに生かせば、うん。まあできればその判断を早くしたいんですけどね。正解の判断。確率が高い一般的な正解の判断を早くパパッとこう瞬時に判断してやんなきゃなとは思うんですけどね。うん、まあいろいろ選択の繰り返しだと思うんで、ゲームしながらこう2択3択ぐらいに迫られてどうすればいいっていう、その判断を なるべく早くしたいなとは思ってるんですけどね。できれば早くパッと判断して結果を出したいなとは思ってたりするんですけど、
楽しみ。あれ？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 ちょっと待って。違う違う。PC 版これじゃねえじゃん、多分。あぶねえ。これじゃねえじゃん。なんかいつも使ってるから、これだと勝手に勘違いしてるけど。こっちじゃん。多分絶対こっちだわ。あ、違うとこだったぞ。だよね。なんか、一番とあっち番がごっちゃ混ぜになりすぎてわけわかんないまま。多分こっちはドワイトだよ。与えられた猶予はまだあれなんだ、23か。でもまあ、中間、まあ、プレステやる配分もあっちゃあるかもねえから、まあ、3月中にはできたかな。やっと猶予。デッドハードステルマンになっちゃったらダメなんだろう。ダメかな。猫か、あれを捨てなきゃいけない。猫が便利だなって思い出してきてんだけど。絆を捨てるか。もういつどっちか捨てなくなったら猫があれば、ちょっと判断にはできるよな。絆であれば見えるんだよな。デッドハードステルマンになりそうだな。もうチェイスが弱くなるけど。まあ、猫か絆を捨てなきゃいけないんだろうな。デッドハードステルマンになるのかな、将来的に。いやー、チェイスがむちゃくちゃ弱くなるけど。猫か絆、どっちか捨てなきゃいけねえのか。ね。猫も今あると便利だなって感じんだけどな。なんだかんだ言って絆も。いやー、5個つけれるようにしてほしいな。5個つけれるようにしてほしいな。でも何か捨てなきゃいけない時間が来るのか。時代が来るのか。何かあった時のためにセルフケアケアも保険で欲しいしな。与えられた猶予もつけないと救助入れねえしない、時代的に。お、試合ですね。ところで、この女性のキャラクターって、ベンのミンさんなんだ。ベンのミンさんなんだ、これ。ああ、髪がなんかおかっぱっぽくねえなぁと思って。これ、ケンミンのなんかのスキンなのか、もともとある初期衣装なのかわかんないけど。ああ、髪型の印象ってあれだね。そう言われてみたら黒髪の人って、あんまり限られてるわ、これ意外と。これ、まあ、アメリカかカナダのゲームだと思うか、まあ、海外の、メーカーのゲームだから、どっちかっつうと、まあ、アメリカ系の人のような、アメリカ系の、だから金髪とか、こういう人が多いわ。海外、日本とか、あ、まあ、アジア系がやってるゲームじゃないから。さあ、頑張ります。まあ、僕はこっちはお勉強っすよ。お勉強っすね。ミスリードしてしまう人って感じっすね、人狼で言うと。お勉強コーナーで頑張るしかねえよな。とハードを入れると猫かあれを削んなきゃな。きついな。便利なんだよな、猫も絆も。
向こうで爆発。やばい。いやろ。一発目がな、悲しくなってくるよ。あんなに人狼で熱く絶叫してる人間が一発目から外せんけど、デッドパイの世界だともうペイのペイだな。ペイペイだな。発電機をミスるという。乗り越えなければ。アベシティって距離も関係あんのかな。オブセッションが外れてるからやべえ。これどこに来そう。やべえ、絶対来る。前代未聞レベルでミスってる。絶対こっち来る。もうダメ。やべえ、発電機何個あんだよ、チェックが。よし。釣りまくったな。決めたぜ。怖い。はい、怖い。何がまだ出てんだ。意味でわかんねえんだけど、なんで戦ってんのかすらわかんないっていう。これだけラッキーなところにいるのに発電機能力がやばいっていう。どうなの。あんなに人狼ゲームで正論吐いてる男が発電機4回か5回爆発するというね。こっちもできればつけねえとな。ああ、わからんが。もう入りたいんだが。
デススリンガー、デススリンガー、え、なん、え、え、なんだったかわかんねえんだけど、何のしかパッと見えねえんけど、わかんねえ、こうするよね。え、みんなは格闘してたのか。私はすげえフリーでいたから、ようわかんねえ。まあいいよ、今日見れねえからいいわ、もう。丸がないから見れねえ、見づらい。全然、本当に。ゲームと違ってお勉強だな、もう発電機あんなにボロ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 見せてるし。悲しくなってきたぜ。あ、悲しくなってきたぜ。死に悲しくなってきた。ここに来なくてよかった、来てたら俺は多分捕まえられてたかもしれない。中にだから助かったぜ。まあ鳥はいるよね、ラッキーなポジションに遠くにいて敵のから全然攻撃受けない人、こんな感じのポジションだった、遠くにいたみたいで敵的に。だから全然3人の緊迫感が伝わってこないぐらい、ああ、なんとなく走ってきてた人がいたんで、なんかノーマークで2つつけたっていう。1つは5回くらい爆発させるっていう。悲しくなってきた。やっぱり実況ゲーマーとは違うジャンルで手を動かすから、スポーツみたいなもん。やっぱ操作が必要になるから、初めの感覚でバンバン連発だった。ノーマークでよかったわ、ほんと。スキルチェックがあっても発電機のスキルチェックが悪くなってるよ。ノーマークなのにあんなにボロボロ外すと。ああ今日は怖い。
わこれ無理だわ。やっぱり丸があるって大事なんだね。おあっ、ね、マークだけだとマジでわからねえ。マークだけだ。あ、む、奥に合わせる。あ、むず。これがダンス？クイズ？え、こっちの方は何？ L のパッドじゃん。じゃあいいんだい。でも丸がないからきつ。丸がないからきつ。丸がないと合わせるのが難しいな。あ、一日やってもどうせ35は無理だから。後でまとめてやればいいんじゃない？まあ、24まで、24？ まあ25は最低いくんだから。1日ちょっとずつね。まあ、与えられた猶予で一応完成形だからな。わお、わお、あ、ドワイトも銀にならなきゃな。まあおそらく銀の2が否定する。レステも銀の2で止まっています。止めつぶ止まりません。銀の2の否定席に行こうじゃねえか。銀に行きたいね。うん、レステはプレストでなんかドットハードを取る。どうしよう、何か削んなきゃいけないんだ。どうか絆削るの。なくなったら猫をつけて、絆なくなったら不便かな。絆がない生き方をしていかなきゃいけねえかな。絆がない生き方で、何もないけど、その位置を把握する訓練した方がいいってことだな。判断能力、まあ、マップの記憶とか、結構試合ごとのあれとかの配置を、まあ、イメージするとか、多分結構難しくなるかもしれないけど。やるぜ。だろう。だよ。
でも神。ダーコーじゃん。あ、ダーコーじゃん。で、捕まんじゃん。ダーコー。こっちに発電機あったよね。これ発電機やった方がいい。助けに行く。時間がねえんだもん。たまる。ルーツは跳ねやがる。ああやられたわ。ああ師匠。まあしょうがない。
あ、死ぬわ。あれでも与えられた理由は何のためにあるかっちゅうと、自分がフリーだから行くしかねえもんな。あ、回復してる時間なかったからな。まあしょうがないな、無理しなくちゃ。終わったわ。
あー、組みてーけど今日見てねえじゃん。ここに合わせればね、なんだっけ、やで、バーベキュー。ドーマを。ああ。事故だったってことで割り切るんだねっていうか、だよなぁ、ブルされてた時にピンポイントでこっち来てるからね。で、あの血のあれが多分見れるようにしてんの、よりちょっと何秒かフェイスしやすいの多分。まあしょうがないよな、事故だったと思うしかないよなこれ。ああいう敵乗り越えていかなきゃいけない。まあでもしょうがない、助けには入んないと。こっちみち、まあ、減っていけば減っていくほど不利になるから。ただこれわけわかんないチェイス能力ある人いる。いやー困ったよね、ただの事故だったってまあ超
まあ、しょうがない、割り切っていかないと。こっちだけ泣いていくからね。しかないんだ。あだち上がるしかねえだろうな。もう悔しいけど、悔しいけどね、もうなんかの事故だったと思うしかねえだろうな。気持ち切り替えて、譲ってたら負けちゃうから、次の勝てるゲームで負けることは問題だ。負けるゲームは負ける、勝てるゲームで勝てなきゃダメ。狼で惨敗した感じだな。狼で相方も今日落とす黒すぎてもう惨敗したって感じだな。例えて言うとなすすべもなく、何もなすすべなく負けた感じ。だから負けした、悲しい。勝てる試合頑張ろう。あえて勝てる試合を落とすことの方が問題よ。あのゲームはもう何かの事故。あるある、人狼ゲームにもあるじゃん。完全に負ける試合ってあるじゃん。もう惜しいどころじゃない騒ぎの。欲しいとこの騒ぎじゃないだからね。あ、次で言う10対0。もう、10対0。気持ちはね、まあ、発電機2個はできたから、対0ではないけど、気持ちは、チェイスで負けたってやつだね。ボロ負けってやつ。あ、俺はね、だから割り切って次のゲーム行こう。厳しすぎてね、勝てるゲーム落とす方が問題だよね。ゼロはある、シーズンに。よし、まあちゃんと接戦の試合とかで頑張ろう。まあいつかはあれを行くを倒さないといけねえんだな、あの金の人。いつかは、チーム戦で。
けることは悲しいんじゃない。諦めることは悲しいんだ。負けることは負けじゃない。ほら、コントのローラーがしっかりして、負けることは悲しいこと。諦めることが悲しいんだ。負けじゃない。
まあ一応、不安に備えてね。死因はいから足して。人足だから、ね、キラーだと思う。頑張ったら、シャレだね。いや、時代を想定した、隠密行動の訓練だと思う。悔しいぜ。ダンス。女性の小柄だな。いつかネアカールソンに。デンソンを育てるか、せっかく取ったってこっち。まあ、別に。幻も終わった。ええすぎる理由で。あんまりつけんの。つけなきゃいけねえのも色押しだし。イエスにて。ガグコ、あっちにはないからね。押して。育てるかネアカールソンさんを育てるかどうか何しよう。でもちょっとね、体がね、遅いかなと。遅くて、遅い方が当てにくいのかなと思って。体がでかいよりは、と思って。持ったかどうかわかんないもんね、あれはね。あれ、しょうがねえわ。エルギアに立てる人ないわ。
取って。な。でも、まあ、負けた試合も本当はもうちょっと頑張んないとダメなんだけどね。待って。というか、俺今与えられた猶予ねえじゃん。考えたら。与えられた猶予ないじゃん。ってのも怖いけどもじゃないもん。えまい、わ。どこちっと。これ。あす。あき。いやね、でも地獄でしかねえけど。目撃された。
相手もあれだもん。今早くレベル上げてえな。全くもって助けても与えられた猶予がないって、もう本当に何の意味もねえからな。てるし、マジかよ。はいはい。離れよ、俺が離れないと、あの人たちが巻き入ってるくらい。あったのかな。お。やりたいんだよ。少しはいい試合したいんだ。楽しむことが大事。粘る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 、何にもないって。呪いのトーテムらしきものは破壊したようには見えるが、まだ呪いがかかっているのか。だから呪いのトーテムは何個あんだ。
粘ろう、どうしかないじゃん。手では何もできない、手の力しかない。まあ、空いた新戦略、くるくる回るという新しく新戦略、チーム戦だから、チーム戦で粘るから戦機の時間を作る。
いやもうこの人がもう相当レベルでね、ずっと部屋の中にいる。もうチキンすぎて、もう何してんだろうって。呪いの塔でもあったのかも。こっちのクローデットはまあ動いてんだよ。もう一人のがずーっと家の中にいるっちゅう。まあ、ほら、ずーっとだもん、もう、ずーっと集中。何考えてんだろうって。じゃあ、せめて家の近くにある扉ぐらい開けろって思うけど。わかんねえよ、もう。しないで隠れてるだけっていう。あのさ、何してんだろうって。構えられたくねえって言うて隠れてねえから一人は逃げられねえと助けはった。でも壊してたのかな。2個あったのかな。これは1個壊した。うちの人は頑張ってほしいわ、俺も。さあもう、もう何してんのかなって。家回って舐めぶしてるし、この人には頑張ってもらいたいわ。こっちはちゃんと、あの発電機やったり、大手もやってたよな、もう見てたからね。さあ、いるよね。こっちはもう、もうほとんどいいよ。あ、もう、ちょいいよ。ほっといていいよ、こいつ。助けなくてもいいって。もう、助けなくてもいいって。もう、ずーっと家に隠れてんだで。ずーっとだで、もう。もう、本気だで。ブログで。あの、本当に多分知らんの、多分知らねえと思うで、あの、クローデットの、俺が応援してる方は。ずーっと家の2階にいるから。多分知らない方がいいことも世の中あるで。知ってたらもう、うん。確実にあのカラス助けねえから。助けられるもんじゃないと思うけど。まあ、それも戦略のあれだけどね。2回亡くなってるから、殺されたくないとかはわかるな。まあ、逆に下手に動かないから、殺され、あ、はい。いや、ほぼ多分吊るされて2人になっても変わらなかっただろうっていう。暗い空気みたいになってた。
20。あと10。付与はつけたよな。つけたいな。俺何つけてんの？ヘルプ？ああ、そっかそっか。いやー、デパード。なんとかなったってやつだ。猶予が欲しいな。ああ。まああれ、カラスを使って、ちょい中距離にカラスを使って、生存者をなんとかやるだから。本当に近くで狙っていって、倒すというような敵が集中して、吊るされた人ですよ。集中的に倒す奴らとかがいるからね。まあ、ただ単に助けてるだけだから。あれだなぁ、やっぱ。早く欲しいなぁ。がんも頑張ってやって。まあ、ピッチガンも知らんけど、レベルが100。てか99超えて1くらいになったらあなたなる2代目だな。向こうはアーティストがあるから違うの使おう。買おう。 PC とあっちでそれぞれ違うやつ持ってりゃどんな操作かわかるだろう。まあ、オリジナルキャラのみ。映画に関しては買えばいいっちゅう。猶予がないから本当にちょっと早く猶予が欲しいな。あ、チーム戦では勝ったんで。さすがに、まあ安全策取りすぎだってことね、さっきのプロ。今日隠れてるから、まあ助けには入ってる。他の2人がもう最前線行って、瀕死状態の2人が最前線行って、確かにあと一回でアウトだけど、まあ元気で一応フリーでいてる人が、現長の2階にずーっとこもってるからっていう話ね。ああ。前期は共同の1個しかやった記憶がないくらいだ。でもしょうがねえもんな。全部助けに行ったりとかで、とかだよね。発電機でこれに食らったとかそんな感じだもんね。しょうがねえよな。
頑張ろう。まあさすがにさっきの3人の映像を見てると悲しくなってくるもんな。もう最前線で2人がちゃんと動いてて、うん、わかるんだけどね、あと1回だけでアウトになるっちゃわかるけど、一応動いて他の2人のマーク外してあげればとも思うけど、まあいいんじゃね。抜けれたんだから、俺はなくなって向こうは抜けれたんだから、何もしないで隠れてれば助かる率が高まるっちゅうことですわ。そう、でもあんまりね、さすがに他の人に働かせて、そういうわけにはいかないので僕は頑張っていったけどね。残念ながら亡くなったけど。まあ、それで一応時間を稼ぐって役目もあるからね。まあ、なんとか巻きたかったけどね。頑張んないとね。なんかの事故。これのポーズ。何あの音。待て、落ちて、
まだまだダメだね。
同じピアとか豆チップとかつけてる人。今は何？置いといたの。下ろすことでいいの？今の何？スキルチェック発動してからダリーガラ下ろせんの？下ろせんの途中で、まあどっちにしろもう勝ちだからけど、同じ人かな。いいよな。なんだもう同じ人と戦いたくねえんだけどもさ、つまんねえだろこの人と戦ったで。つまんなすぎて、同じ人だったら、あ、別の人、貞子だったらいいよ、別の。パークが全く同じ人だったら、つまらないから、あんま戦いたくないんだよね、もうこの人と今日は。あ、明日以降ならいいんだけど、一日一試合ならいいんだけど。しかもさ、何考えてるのか分かんないけど、時間稼いで、早く吊るせばいいのになっていう。知らん。なんかの、さっきのスキルチェックを警戒して外したのかわかんないんだけど、外せるのあれ。同じだなぁ。いや、同じじゃねえなぁ。あれ違うな。配置が違うわ。ってことはやっぱり別人なんだ。なんか別人っぽいんだけど、これ。違うかなぁ。つけてるものがそもそもちゃうような気が。武器の、絶対違うわ、これ。だから、違う。パークのね、位置が違うんですよね。パークがそもそも違う。そうだね、確かに。別人だね。貞子使いが上手いってことだね。それだったら別に、不本意だけど。貞子使いにやられたことっていうか、すぐに見つかったことだね。乗り越えないやね。しょうがねえよな、もうこれ。強い人が来たら勝てないからね。何か掴んでる、吊るそうとして掴んでる時の、あれ外されるスキルチェック警戒で外してんのかな？わざと。わざと置いてんのかな？何よ、お、
まあ、単純にやられたって脅すな。てか、その原因が全てが、すぐに見つかったっていう。うん。悔しいっすね。いやー、悔しいよなあ。ごめんね。当然違ってし。打ち込まないといけないが。垂れてるわけではあるまいし。何でしょう。まあ、チームで勝ってればいいっていう考えだから、まあ、ただこ戦が負けたっていう感じだから、多分、はじめの人はもうチェイスで負けたって感じで。やっぱりさっき、やっぱ発電機が、一つもつかない時に捕まると、チームが苦しくなるなっていうか。まあでもちょい強い人出して戦うことで、まあね、今度パークもつけてないような人に勝てばっかりじゃダメだからね。本当にガチのパーク構成でっていう、ああいうキラーにまあもう少しいい勝負したいさ。最初に見つかんないようにやっぱりしなきゃダメだな。まあ、しょうがない。そう簡単には勝てなくれ。一人。
あった。でも絶対、スカイスルマン、あった時。絶対破壊するマンが出たからな。ホテルの剥がす無駄な時間じゃなかったよ。やばい。トーテムは一応解除したんだけどね。だから呪いは多分取れない電気の呪いがかいあれだからまだいい勝負になってる感じで、あってこれは発電機やろう。
下にやってしまったらダメだ。マークが外れてる。あってはない。Oh.
ああ、もう壊されてんのかよ。ああ、もう。はい、はい。はい、わかりました。少しってことですね。わかりました。ちょっと試合してます。はい。わかりました。試合してます。まぁ、ちょっと申し訳ない。もう、助けるあれよりは逃げることを優先してしまった男は約1名。なんとでも言ってくれ。俺は逃げたぜ。怖いな。そして勝つために。思いを乗せて勝った。チームの思い乗せなきゃいけない。少しギリのギリ、ギリのギリで待とうと思ってたら、ギリのギリで待とうだった。で、気にしたらいいけど。でもね、ちょっとでもおじいさんちょっとでもやんなきゃダメだと思うよ。パンサーを。34になればいいのか、10くらいのレベルだね。ようやく長かったね。まあ、いやー、チーム戦ながらなんとかなったっていうよりも、呪いのトーテム壊してよかったー。あそこのステージは呪いのトーテムあそことあそこかなーってなんかイメージはできてるんで、うん。アイドにあれば。呪いのトーテムってやっぱ大事だわ、トーテムの位置探しって。それで結構、呪いが解除されたぜ。ダースは呪いのトーテムがなかったら。呪いのトーテムあったらやばいと。いわゆるなんか呪い解除ってたけど、今ちょっと見れないけど。よかった、呪いのトーテム。ボアスマンが発動してよかった。だから、呪いのトーテムとかやっぱ位置が分かればな。勉強しなきゃやっぱダメなんだよ、やっぱ試合して。
ぱ頑張るしかないですね。買うしかねえもんな、もうこれ。逃げてはいけない。武者修行だ。孤独な戦い。孤独な戦い。武者修行。俺の力を担保。でもね、助けたいけど、今のままじゃダメだね。早くレベル上げて。26でしょ?早く35で50配分しねえとダメだわ。やるしかねえ。キャレン、キャレン。まあ野球開幕した。野球の、くれるんじゃねえか。いや、ニュース見てないから、サッカーの生での得点のあれがわからん。生っていうか、あれのダイジェストの、全シーンがわかんねえ。それはいいとしてね。まあ、いろいろ勉強だな。いろんなマップを覚えて、このマップも勉強ってもらうの大事。
うわー終わった、絶対終わった。奇跡に巻いた。ヒロちゃん逃げるが炸裂した。逃げるとはちゃんと逃げるとき火が起こった。草むらのあたり越えちゃったら抜けるんだね。この場所がわかんねえんだよ、これ。高いが。もっといようと思ったけど。危ねえ。敵の巻いた。戦うのはないけどね。というよりもレッドハードや16。頑張るぞ。自分の力で戦いました。本当に抱っこ。ダメだね。
ないと。そういうのも与えられた猶予がないと、でももはや助けに入っちゃいけないぐらいのレベルで多分困るだろうね。チームで勝つ、私はまあ一人抜けりゃ勝ちだと思ってるんで、だってスキラーやってて一人釣ったぜって言って、あ、三人釣ったぜって言って一人に抜けられて勝ったっていうキラーだとしたら、え、嘘でしょって配信、例えば配信してるとしたら、何をこの人言ってるんだろうって見てる人は思うだろうから、うん、4人、1人生存したら勝ちだと思う、生存者の。サバイバー、一般的に。僕の感覚のお話ですけど、え、1人釣ったから、キラー勝ちですって言ってないでしょ、さすがにキラーやってて、本当に。リーダーとしてまとめ上げることは無理だ。僕はね、全ての能力が劣ってるからだ。発電機もバントするし、救助もね、まあ何にもパークもないし、エースももちろん捕まえられる。まあ頑張ろう、エース。とりあえずまあすげえ強いのにあったらまあ割り切って耐えて、あらない、割り切るしかない。強い敵は強い、まあ、そこそこ戦える敵とこうなんかチェイスやって、まあ、うまく逃げ切る喜び感じながらうまくなっていく、ここに遊び入れながらっていうか心入れながらって感じの厳しい戦い、負けられぬ戦いが続くな。でも頑張りましょう、本当にね。いつもこう、まあ一人で武者修行の日々も大事だからね。うん。武者修行して自分のレベルも上げないと。他の人を助けたりって、いや、本当に早くデイビッドじゃない、あのおじいちゃん、ビルのね。早く欲しい。26だもんな。6、7、8、9、10、1、2、3、4、7、9だから。3つずつ上げても、あと4日かかるし、そもそも PC やるとは限んねえからな。プレステかもしんねえから。
もう無理よこれ、俺ちょっともうちょっと食べて。わかるけど見えよ。ラを舐めて、ラ舐めてる。定義だ。あ、このこれ。アンチになる。ああ、絶対マークされてる。てんじゃねえよ。
好啦。 発動しちゃってるしな。もう鬼の野望打ち、鬼なのかな、鬼の野望打ちくらいだけど、さすがに行けなかったわ。あれ発動しちゃってますもんね。呪いの塔でも壊したわけじゃないし、もう鬼なんじゃねえかなと思うんだけどな。あ、昔は鬼の子でとんでもなくやられてて、 うわー、怖いと思ったこともあったり、ハッチでギリギリ逃げたこともあったな。今思えば、あの頃の自分を超えているような。今だと、使うあれが、ナース、ナース。貞子、貞子って時代だからね。 トイレ行ってこよう。
よし、頑張ろう。あれ？僕が早く、よし、よし、アメリカンな男性の代表としてね、頑張るぜ。みんながね、女性キャラ使うならね、俺は男性使うぜと言いたいとこなんだけどね、育ててないからこいつしか使えねえんだな。そんな深い意味ではないんだ。いやあ、こんなに少数、配分できねえからなから銀になりたい。まあそれよりも助けたいでから、やっぱ与えられた気はないと。アスケには入れるけど、ほんといい。
Here! わかんねえんだけど、いたの？ナイトメアは戦っていたの？あれは放置キラーとかではないの？あの感じは、か3人の感じ、なんかに差し迫られてなんか言ってるんだけど、全然見えねえから。あ、いや、なんか こっちなのかなんかわかんないけど、やった気はしねえような、なんか一切敵と戦わないという、防御しないという、だろう、あれ分かんねえ、保護地なのか何なのか、でも決められてたような気がするね、固定ではなさそうだったよ。あんなに気持ちよくでもなきだよな。
張るしかない。なんか絶対この箱の部屋に入っちゃうわ。助けが入ったら別だから、まだやるか。
なんねえと思うなこれ。ならんわマジで。こんな展開させられてもね。あ、練習するか。チェイスの練習。一発食らったら終わりっていうチェイスの練習。倒れてる人がいる。行こうか。手に行こう。できるチャンスだと思ったら練習しよう。巻く練習とする練習。
あれ、なんかね。
早く終わらせてくんない？もう疲れるわ、こっちとしては。一応ね、疲れるわ、疲れたわ、もう。謎に3になっちまったわ、もう。すぐ怖なっちまったわ。手抜きしてたからね、完全に。あのね、完全狙って二人だけで吊るさねえようにやってこう遊んでた感じだからさ。だったらさ、カニバル使わなきゃいいじゃん。そんなにあの、舐めっぷしなきゃいけないぐらい強いんだったら、使わなきゃいいじゃん。なんて思っちゃってますけどね、私だったら。舐めっぷしなくてもいいやつですか。歯応えがないって言われてもそれは記録なんだからしゃあねえもんな。
答えがないと思われよう。早く終わらせりゃいいのにな。もう疲れてきたわ。もう途中から回復とか入れないのはそういうことっすよ。あのだって吊るさないんだもん。真面目に勝つ気ないんだもん。あのもうだから途中からはやってないのはそういうことっすね。さえ回復入れなかったりしてる。ガチ試合ならそれだけは多分入れると思うんですけど。それ以外は本気でやってないわね。誰だもん。イーサンが27は突破する。あと普通に28になるから28、29、30、31、32、33、あと実質6だね。レベルが35はもう3つだけやればいいだけだからね。いやもう疲れだわ、ほんとに。もう早くやりゃいいのに、あれも。飛んでみるか。いるかもしれない。よし。あれ？と思ったら、あれ？ああ、来るか。恥ずかしいくらい舐め伏されて米粒2個上がるってめまいするわ。まあほら銅の4だからいいけどさ、もうこんなんで銀から金に上がったらめまいするわ。真の実力じゃねえじゃんっていう。銅だからいいけどさ、別にもう銅だからいいよさ。あるがないとや。ほぼ28は確定事項で、27突破するのは確定事項だから。34まであと、27、28、29、30、31、32、33、34がか、レベル。だからまあ3日あればたどり着けるんじゃないかな。そしたら、ホワイトに配分して、やっと、完成で。やっと勝てたぜ。悲しいくらい負ける試合、ボロ負けだよな。はっきり言うも負けだからね。負けだから別にあそっから出たくなかったから。しかねえよ、もう。バルシャンの箱？バルシャンじゃん。バルシャンじゃん。ですか。だね、これ。何する？補助役箱引き結構必要なんだよね。マジの話。一人だと奴があれをやってくる可能性がある。
手に入る。一応助けることも兼務していた。二人とも倒れが一番やべえから。倒してもらうしかない。
人で行かないとね、危ねえんだよ、これ、マジで。柱だよ、結構。だから、フォロー入ってる。だね、マジでこれ、油断されるから。ゲームはできてんだよ、今日、なぜか。何曜日 ?4 でしょ、あれ ?24?2? だから、木曜日なんだけど、今日、金曜日か。今日は金曜日だけど、行こうか。これ、どうやってやる？さあ、フレンド、押せばいい。さあ、フレンドも。ほんのラインだから、もう、なんか用意みたいだけど。まあ一応招待はしてみましょう。あ、ちょっと用事があれば来れないんだから。あ、たらら。まあラッキーぐらいでね。用事がある。いや、負けたね。結構早めだけど、まあ、あれじゃないからね。あ、こういうのはね、大変。
怪しい。悔しいね。ああ、でも無茶信用しないとね。まあ、マッチングになるまであれやるか。でもまあ、マッチングになるから。やべ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 。帰る前でよかった。帰る前でよかった。え？おいおい、外出したいんだけど、出ない。押してんだけど、外出できない。雪がすごいわな。ではなんか歩行者が多くなってきた。そこの時間帯なの。まあ、頑張るしかない。マッチングしましょう。マッチングしましょう。間を置かないとまたあれに当たってしまったらめんどくさいからな。あの人だったらめんどくさいからな。ああ、ボトーグなってきたから終わるか、寝るか。
なんでこの時間帯にも。まあ頑張るしかないよ、もう。普通の試合、まあ武者修行の日かな、ほんダメだよな、っていうのがいっぱいあれすぎて。人ゲームとはほど遠いわ。やるしかねえだろうな。試合できればいいな。試合ができればな。またここか。
か、相手のトップにまでやるか。キラー連発ってことでしょ、もう。無理だね。あー、またしてしまってたけど。いや、まあ、一回呼んでみるけど、来なかったらもう寝るわ。フォースキラーが多すぎてもう無理。4時くらいは、マッチングうまくいってたんですけどね。5時くらいからマッチングが地獄でしかない。どうせもう放置の時間だから来なかったら終わるかなと思ってたから、いよいよ終わりますね。寝ます。多分これ放置キラーかいくぐってやるっていう相当レベルが難易度が跳ね上がっちゃうんで、めんどくさいことになっちゃうんで、ありがとうございました。楽しかったです。応援ありがとうございました。いつもありがとうございました。終わりますね。まあ、まだ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 どうもありがとうございました。あ、でも落ちキラー多すぎ問題どうにかして、あ、お疲れ様でした。寝ます。ちょっと、放置キラー多くなりすぎて。すいません。ありがとうございました。楽しかったです。